Yeah, yeah. Tend to preserve things. You're waiting for like... I suspect that this is something. This bridge here. You think that bridge is something that's related to what we're doing? Maybe. I think you're right, because there's like the big...早速ですけども、車内の設備について説明させていただきます。お座席の方、リクライニングのシートになってございますので、お好みのポジションに合わせてお移動ください。それから、前方のディスプレイですけども、車体先端に CCD カメラ搭載してございます。その映像をご覧いただいております。時折DVDで実験線の概要についての説明を織り交ぜながら進めてまいりたいと思います。それから、中央上方の電光表示板ですけども、 現在のスピードとポジション、走行している位置を表示してございます。乗り心地と合わせてお楽しみいただければと思います。それでは短い間ではございますけども、超電導リニアの乗り心地お楽しみください。 走行距離を1219キロメートルから2876キロメートルに更新しました。 JR 東海の新幹線車両1日の平均運行距離はおよそ1400キロメートルですので、実用的な安定性を証明するのに十分な距離と言えます。また平成15年12月2日には
時速581キロメートルを記録し、自らの世界最高速度記録時速552キロメートルをおよそ30キロ更新しました。これは山梨実験船の設備で出せる最高速度でギネスの世界記録として認定されました。超高速大量輸送システムとして実用の域に達した超電導リニアモーターカーは中央新幹線への適用がふさわしいと考えています。やっぱり速いんだ。これは速い。That was fast enough for me. Did you get it? Yeah. Good. Here it comes. And by that, I mean, it took like a second for it to click on. Yeah. We had about half the train. I think I got part of the train. That's good, because like some people do. I got it. Oh! Awesome. That was great.